宙のエメラルドと呼ばれる美しい星。この地球を狙っている宇宙人は数知れない。そのためにマックは今までに倍して監視の目を広げることになった。その第一弾としてエネルギーは強力なマックーランを使用することが決定された。マックーランを運ぶ役は誰がやるんですか？諸星君とも話し合ったんだが、ゲン、お前にその役目をやってもらう。僕が？大鳥君、君の役目は重大だ。慎重の上にも慎重を期してくれたまえ。はい。あ、隊長、未確認飛行物体が地球に接近しています。よし、全出動。はい。地球の宇宙船だ。連絡を取ってみましょう。頼む。こちらマッキー2号、宇宙船応答せよ、応答せよ。正体不明か。全機突撃態勢に入れ。了解。このままでは不時着だ。すごいな、これは。あ、人が生きてるよ。カイザー、救急車頼む。はい。あの宇宙船の正体は何なんでしょう？ああ、さっき現場からの報告では3年前にアトランタ星探検に向かったまま行方不明になっていたもんだと言ってきた。アトランタ星、あそこには卑劣な凶悪宇宙人が住んでいると言われてるんだ。あの星から生きて帰れるなんて人間技とは思えない。佐藤隊員、お驚かないでくださいね。あの人、かすり傷一つないんですってよ。なんだって？まもなく精密検査が全部終わるんですけどね、今のところ体のどこにも全く異常がないんですって。信じられないな。あ、長官とお嬢さんだわ。驚きました。こんなケースは初めてですよ。はあ。お？おう、内田君じゃないか。やっぱり君は生きていたのか。あ、よかったよかった。お父様。綾子はな、必ず君が生きていると信じて毎日君の帰りを待っていたんだ。綾子、よかったな。君、内田君の容態は？まさに奇跡としか言いようがありません。全く正常です。いや、お大事に。そうか、じゃあ今夜君の生還をうちで祝おうじゃないか。え？そうよ、思い出した。あの人、綾子さんのフィアンセだわ。ん？おう、紹介しておこう。我がマックの優秀な隊員たちだ。梶田君、生還おめでとうございます。松木君、おめでとうございます。それから君を助けてくれた佐藤君と大鳥君だ。おめでとうございます。貴様はアトランタ星人。ようこそレオ。よろしく大鳥君。
おお、君たちは気が合いそうだな。大鳥君、内田君を頼むよ。は、なんという卑怯な。せいぜいほざくがいい。俺の正体を明かせば、お前の正体を明かす。いや、マックの隊長の正体もな。じゃあ帰るぞ。は、お送りします。はい、わかりました。隊長、どうしたんだ。少しは落ち着いたらどうだ。それどころじゃないんです。宇宙船で帰ってきた男、やつはアトランタ星人なんです。何、内田君が。そんなバカな。間違いありません。奴は隊長と俺の正体を知ってます。まずいな。どうしたんですか。たった今長官の推薦で明日からマックへ入隊することを決めたところだ。EC ライン異常なし。予定通常ありません。すべて順調のようだな。はあ。貴様、レオ君、あまり腹を立てない方がいい。貴様は何を考えてるんだ。君と喧嘩をしに来たわけじゃないよ。何を企んでいるんだ。君と同じように宇宙の平和を守りに来たのさ。仲良く頼むよ。貴様、ゲン、何をしているんだ。準備はいいか。はい。内田君はマッキーで弦を護衛だ。は。佐藤梶田はロデイで H 地区をパトロール。はい。シアドは B 地区をパトロールだ。はい。松木君はレーダーで状況をキャッチしよう。はい。作戦開始。はい。はい。調子はどうだ。エンジン会長、気をつけていけ。了解。分離。操縦桿が動かない。隊長、操縦桿が動きません。何だぞ。何ということだ。あれほど注意したのに。信じてください。本当に、本当に操縦桿が動かなくなったんです。本当なんです。言い訳はやめたまえ。機体調査の結果、機体には欠陥はないと出ているんだ。君は1ヶ月謹慎だ。もし町の中にでも墜落していたら取り返しのつかないことになっていたんだ。内田君に礼を言いたまえ。ゲン、ありがとう。当然のことをしたまでですよ。しかし諸星君がマック一番の腕と折り紙をつけた君がこともあろうに操縦ミスとは、一体私は何を信じたらいいのかね。長官、僕を信じてください。君を。宇宙の真ん中で何度も今日のようなピンチに出会いましたが、その度に僕が操縦してたために助かったんです。宇宙船に比べれば飛行機なんて。そうだ諸星君、明日の作戦には
内田君に操縦してもらう。長官、明日の作戦とは？君たちには黙っていたが、最高司令部の計画はそうなっていたんだ。これも敵を欺く手だ。宇宙人に感づかれぬうちに運んでしまうんだ。長官、今日と全く同じ手順で決行する。いいね。はい。隊長、それじゃあ明日の準備にかかります。行こうか。はい、はい。どうやら奴の目的はマックウランを使ってステーションを爆破することだ。時間もあまりない。最後の手段だ。奴を殺すんだ。あやこ、おめでとう。ありがとう、お父様。内田君、あやこのことお願いしますよ。はい。それじゃあ、乾杯するかな。二人の幸大きい将来を祝して、乾杯。乾杯。乾杯。今日の姿をお母さんに見せたかったな。あやこさんはアトランタ星人を愛してしまってるんだ。もし俺が奴をやっつけてしまったら、あやこさんは。考え込んだりして。うん、おとりさんらしくないわ。桃子さん。何？もし仮にさ、僕が宇宙人だとしたら、君どうする？おとりさんが？私平気よ。でもそれが人間を滅ぼすような凶悪な宇宙人だとしたら。私のことを愛してくれているのなら、たとえ悪い宇宙人でも平気だわ。元気出して、おとりさん。朝早くから俺を呼び出したりして何だ。隊長、あやこさんは成人を愛してしまってるんです。ゲン、今はそんなことを考えてる暇はない。マックが生きるか死ぬかの瀬戸際だ。しかし、そのことがどんなにあやこさんを傷つけることか考えてみてください。お前ってやつは、よし、俺に考えがある。いいか、お前は最後まで成人から目を離すな。はい。でも早く行くんだ。はい。状態だそうです。早くはどうしたというんだ。原因
定だそうです。内田隊員の名前を呼び続けているそうです。内田君、すぐ長官と一緒に行くんだ。気持ちは嬉しくいただきますが、行くわけにはいきません。婚約者は既得なんだぞ。僕には今大切な仕事があります。それがマックの隊員の務めでしょう。マックは人の心を無視するような組織ではない。さあ、しかしそれではマックランは誰が運ぶんですか。大通り隊員でさえ失敗したんですよ。心配するな、私が運ぶ。一刻も早く綾子さんのところへ行ってあげてください。私が責任を持って運びます。諸星君、さあ早く、うん、さあ行こう。あ、道路に運んでたのに。け貴様、よくも綾子さんを、うん、長官待て。星人の目的はマックーランを利用しマックステーションを爆破することだ。星人はダンの乗ったマッキーを掴んだままステーションに近づいた。出よう、離れるんだ、もう時間がない。成人と共に自爆し、
アストラのおかげでレオとマックの大ピンチは救われた。そしてアストラは再びどこかへ去った。隊長、彩子さんを危篤にしたのは隊長の仕業でしょう。さあ、俺は何も知らんぞ。知ってましたよ。あ、長官だ。待て。長官も彩子さんも今は心の傷を癒す時だ。そっとしてあげた方がいい。ケン、行くぞ。大鳥君。長官。大鳥君、ありがとう。ありがとう。長官。長官、お宅までお送りしましょうか。いや、私たちはもうしばらくここにいたい。気にせず行ってくれたまえ。そうですか。では、うん、失礼します。いや、鏡の中にもう一つの不思議な世界が。その中にカオルちゃんはお母さんを見た。そして鏡の中に誘い込まれたカオルちゃんを追ってゲンも。しかしそこには凶暴な怪獣スペクターが。二人は再び生きて地球に帰れるか。さあ、みんなで見よう、ウルトラマンレオ。